アーデル・ボーデンは、スイスのベルン州に属する基礎自治体の一つである。アーデル・ボーデンは、ベルナー高地の西部に位置し、フルティゲンからカンダー川ーに注ぐ、エングシュトリゲ渓谷,谷の起点にあたる。南にエングシュトリゲンだけを望むスイスの伝統的な山里で、ギルバッハ、シュティーゲルシュバント、ボーデン、ヒルツボーデン、アウッサーシュバントの各はを含む。最高点は、 ビルトシュトルーベル山の3242メートル最低点はエングシュトリゲン渓谷の1045メートルで境界と目抜き通りは1350メートル地点にある。エングシュトリゲンだ北か山植物や純鉱山植物が見られ、ところによっては樹林もある。傾斜地や高原、大地は牧草地となっている。主な山にローナー山、シュテークホールン山、 ビルトシトルーベリ山、フィッツァー心山、都ンテン山、ギュル山などがある。総面積は2009年の時点で88.19平方キロメートル。このうち36.52平方キロメートルが農地、16.07平方キロメートルが森林である。残りは2.18平方キロメートルが開拓地、1.53平方キロメートルが河川。 保障の水域31.93平方キロメートルが非生産地となっている。より詳しい内訳は、開拓地では産業用地が全体の0.1%、住宅地が同1.5%、交通インフラが同0.8%。森林では原生林が全体の14.4%、果樹園が同3.0%。農地では 田畑が全体の0.0%、牧場が同8.5%、高山牧草地が同32.9%。水域はすべて河川で占められる。非生産地の内訳は非植生地が全体の9.6%、山岳が同25.6%、氷河が同1.1%である。1900年のアーデルボーデン戦4 0 9年に、 インバジアデールボーダンとして、初めて歴史上に登場。1453年には、アデールボーダンエーリアスシルバと表記された。アーデルボーデンの名が所出する13世紀の文献には、エングシュトリゲン第一とシラーレン第一がアーデルボーデンに属する旨記されている。エングシュトリゲンの住民は、森の民と呼ばれた。15世紀に教会が建てられ、町内の50世帯余りが、 牧師の報球を受け負った。しかし16世紀の宗教改革で牧師は追われ、法年モース峠の先のフリブール州に亡命した。19世紀までフルティゲンへはエングシュトリゲン川ンの斜面を縫う道しかなく、冬にはよく通行不能となった。19世紀後半になってエングシュトリゲン川沿いに道路が開かれるとアーデルボーデンは世界の一部となった。 1870年には地元の教師が寄宿舎を開設。これは後にホテルとなり、今でも同じ家族が所有している。観光業は世紀の変わり目に人口の大幅増をもたらした。初めてのウィンタースポーツパック旅行は1903年にヘンリー・ラン教により企画された。1930年代にエング・シュトリゲン大地との間で作動が改良し、 後にロープウェイとなった。シラーレン第一へは1980年代にバスでのアクセスが可能となった。秋のエングシュトリゲン第一総人口は3563人である。2007年の時点で外国籍の人々の割合は5.5%であった。過去10年間における人口増加率はマイナス1.2%となっている。 直近の2007年の選挙で最も票を集めたのは国民党で投票総数の38.3%が流れた。以下、左派の地域諸政党、キリスト教社会党、自由民主党の順に続いた。2000年の世代別人口構成は19歳以下が26.4%、20歳から64歳までが57.2%、 64歳以上が16.4%であった。25歳から64歳までの住民の69.4%が高等教育を修了している。アデルボーゲン方言はベルナ方言にバレー方言からいくらか、借用語が加わったもので高チアレマン語に属する。2000年の調査によると人口の95.0%がドイツ語を母語としており、 これに、セルビア・クロアチア語の1.0%、ポルトガル語の0.9%が続いた。立法権は年に一度開かれる総会が有する。9人の地方評議員が行政官を務めるが、これは名誉職に過ぎない。主だった産業は、農業、製造業、観光業である。労働人口の内訳は、観光業に約490人、その他サービス業に約500人。 建設業に約310人、自動車産業に約30人、ミネラルウォーター産業に約45人、農業に約45人、白製業に約16人がそれぞれ従事している。失業率は1.8%。産業部門別では、第1次産業の143事業所に366人が、第二次産業の57事業所に601人が、 第三次産業の153事業所2098人が2005年の時点で雇用されている。アーデルボーデン観光はファミリー層に向いている。ホテルだけでも24軒、別荘が3800軒、団体宿泊施設が28軒あるほか、キャンプ場は3カ所、レストランも40軒営業している。夏には総延長200キロメートルにもなるハイキングコースが 落ち着いた散歩からアルプス登山まで様々に活用される。多くの山岳鉄道が山々と境をつなぐ。マウンテンバイクや模型飛行機製作もできる。冬にはワールドカップの大回転コースを含む様々な難易度のスキー場やクロスカントリーのトレールがオープンする。ハイキングコースも4 0トルほど利用できる。スノーボーダーもフリーライド。 フリースタイルで滑ることができる。当地での回転及び大回転は FIS アルペンワールドカップの重要種目とみなされている。フルティゲンからの道路が唯一のアクセス手段でトゥーン湖畔のシュピーツから N6 号線に合流すればベルンに行ける。レイチュベルク線でベルンやブリークに至るフルティゲンの駅からは路線バスが出ている。エングシュトリゲンとヒントベッ峠を経て ゲミ峠からバレエ地方に入る古い山道もあり、これは今でもハイカーが利用する。ハーネンモース峠からレンク渓谷に達する道はかつてジュネーブとの交易路であった。アーデルボーデン学区内には小学校が4校、実家学校が3校、中学校が1校ある。高等学校は山を20分ほど下ったフリュティゲンにあるが、ギムナジウムとなると、トゥーンカ。 インターラー県まで行かなければならない。その土地柄ゆえ多くのクロスカントリー選手、登山家、アルペンスキー選手を輩出している。ありがとうございます。